はい、皆さんこんにちは。ネクストフィットケントです。今日はですね、これからパーソナルトレーナーになろうとしている方だったり、まあトレーニングの知識を深めるために何らかの資格を取ろうと思っている人に対してちょっと情報をシェアしていこうと思います。よろしくお願いします。前の動画でもお話しした通り、僕は NSCA っていう団体の CPT っていう資格を取ってます。で、僕がこの資格を選んだ理由について今日はお伝えできればなと思います。以前のパーソナルトレーナーに国家資格は必要かっていう動画でもお伝えした通り、パーソナルトレーナーに明確な国家資格っていうのは必要ありません。で、民間資格っていうのはいろんな種類あって、代表的なのは NSCA だったり NESTA だったり JADI、まあ、他にもいろいろあります。で、その中で僕は NSCA っていう団体の CPT っていうものを選びました。で、なんで NSCA っていう団体を選んだかっていう大きな理由が一つありまして、まず NSCA の会員になると、まあ、もちろん年会費とか払わなきゃいけないんですけど、まあ、ジャーナルって言って冊子みたいなものが送られてきます。で、これが大体月に1冊ぐらい送られてきます。で、これが何かっていうと、 NSCA っていう団体が本部アメリカにあるんですけど、そこで科学的な実験だったり世界で行われているフィットネスの最先端の情報っていうのがここに掲載されて、しっかり出典も載ってます。例えば内容は多分著作権とかの関係でお見せできないとは思うんですけど、これ5月号たまたま手元にあったもので言うと、最適なパフォーマンスのための考察とか、代謝コンディショニング、トレーニング速度を決定するためのフィールドテストとか、あとは競技パフォーマンスに対する睡眠の重要性、あとはやり投げ競技における科学的研究の応用とか、結構一つの競技にフォーカスした実験だったり、まあ、見解っていうのが載っていて、例えばトレーニングでもレジスタンストレーニングでもスクワットだけとか相撲デッドリフトとか、それぞれのトピックにすごいフォーカスした情報が載ってます。で、なんでこれがいいかっていうと、しっかり出典と実験の内容が明記されてるんですね。例えば、普段トレーニングされてる方でトレーニングに対する知識って多分本とか、あとはインターネットとかで情報を収集される方が多いと思います。僕もそうでした。で、それってその情報がどこから来てるのかとかっていうのはあまりこう見えにくいというか、そこまで探っていくのって結構難しいと思うんです。だからこういうデータがあっても、それは例えば日本人じゃなくて欧米の人をモデルに実験されたデータで日本人に当てはまらないみたいなものも結構あります。で、これはどういう人たちを大体何人ぐらい対象にして実験して、で、どれぐらいの長さで、で、論文にまとめてあればどこの大学のどういう論文に発表されたものかっていうのがしっかり出てるので、それをまあ追跡することが可能です。なので比較的その、説得力というかエビデンスがしっかりしているものになります。他にも NSCA のいいポイントは結構あるんですけど、ちょっと絞って言うと NSCA のジムがあるんですね。まあ、最近できたヒューマンパフォーマンスセンターっていう大きめのジムがあるんですけど、そこをまあ1000円で利用できるとか、あとそこでパーソナルトレーニング活動ができるとか、あとはゴールドジムのビジター料金が半額になるっていうのは結構有名だと思うんですけど、それは大きいですね。僕も今住んでるところ、例えば会員になってるジムがあったとしたら、そこから旅行でどっか外に行った時にゴールドジム使いたい時にビジター半額でどのお店でも行ける、多分直営フランチャイズちょっと分からないんですけど、ほぼほぼどのお店でも使えるのでおすすめです。まあ、詳しいその資格取得にかかる金額だったりどれくらいの時間が必要なのかっていうのは、先ほど言った僕の以前の動画で説明しているので、そちらを見ていただければと思います。まあ、NSCA だったり NESTA、JATI、この辺がまあオーソドックスな
民間資格になるかとは思うんですけども、これから取ろうと思っている方もしいたら、しっかりそれぞれの資格の強みだったり、それを取る理由を明確にしてから、しっかりと資格の取得の勉強に励んでいただけたらと思います。まあ、必ずしも資格がなくても仕事はできるので、というところが前提になりますが、もしよければ勉強してみてください。今日はこんな感じでサクッと終わっていきます。まあ、こういう動画が面白かったり参考になったらグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録もぜひお願いします。インスタグラム、ソーシャルメディア、インスタグラム、オフィシャルウェブなどソーシャルメディアもやってますので、エンドロール概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。 How come I'm looking straight at me? The look on your face, what does it mean? Giving you a taxi, flabby master backseat turns in so classy. I always remember time round November, never be efforts, but you took the ladder. Sure was still playing the right game, then I was lame all of the sudden.